皆さんこんにちは。ホームセンターや園芸店で野菜の苗を買うとき、どの苗を選ぶか迷いますよね。野菜の苗ってどう選べばいいの？とか、いい苗を選ぶポイントが知りたい。そんな方のために、今回は良い苗の選び方をかっちゃんこと勝俣先生に教えてもらいましょう。ちなみに今回は夏野菜の苗で説明していますが、これは秋冬野菜でも使えますので、ぜひ参考にしてくださいね。こんにちは、マイファームの勝俣です。今回はホームセンターや園芸店、渋谷屋さんで苗を買うときに役立つ、いい苗の選び方を、お伝えしたいと思います。1つ目が、サイズとバランスで、2つ目が茎で、3つ目が葉っぱで、4つ目が虫で、5つ目が根っこになります。で、今回は、トマトとナスとピーマンの3種類の苗を見ていきながら説明をしていきたいと思います。はい、それでは5つのポイントをそれぞれ説明していきたいと思います。で、まず1つ目の、サイズとバランスですね。苗を見たときにこう上から見てあげて、バランスがいいものですね。はい、葉っぱのバランスがいいものと、あとパッと見たときにこう大きすぎないもの、これがもっとこう背が高くなりすぎていて、こうちょっとひょろひょろだったりするとあまり良くないので、まあ、そういったものは選ばないようにするっていう形ですね。で、上から見た時にやっぱりこの葉っぱのバランスがいいと光合成がしっかりできるので、生育がすごくいい感じになります。2つ目の茎ですね。茎見てもらうと、この葉っぱと葉っぱの間のこの長さが、比べた時にこうより短いものを選んであげるといいです。これがこうあまりに伸びすぎているとこう光を求めてこう長くなりすぎていて、風が吹いた時にこう倒れやすくなったりしてしまうので、ここの茎の長さはよりこう狭いものを比べて選んであげるといいです。ピーマンとかもこの茎の長さですね、これが短いものを選んであげるといいです。3つ目ですが、葉っぱの色を見てあげます。で、見てあげたときにこうしっかり緑色をしているものですね。これが見たときにこうちょっと葉っぱの色が黄色いなとかなっている場合はあまり選ばない方がいいです。ちゃんと緑色で光合成もして栄養もしっかりある緑色の状態のときに買ってあげるのがいいです。で、苗の選び方で葉っぱの色と、あとこの子葉と呼ばれるこう下の方にこうちっちゃくついてるものですね。この子葉が残っているものを選んであげるとよりいいです。4つ目が、虫ですね。植えるときに、最初のときに虫がいると、もうそこから、病気になったりもしやすくなってしまいますので、虫を見るんですが、こうパッと見た時に穴が開いていたりすると虫に食べられている可能性があるので、穴開きのものは選ばないようにしてください。で、あと葉っぱのこう裏側を見てあげると、ここに、虫がついていることなどがありますので、葉っぱの裏をしっかり見てあげる、大丈夫ですね。これちょっとやられてるんですが、まあ、こういった時にこう虫が後ろにくっついていないかなっていうのをしっかり見てあげます。最後5つ目のポイントですね。こう下から根っこを見てあげます。もし見れそうだったらこうやって逆さまにして見てあげると、根っこがしっかり下まで回っているかどうかっていうのと、根っこの色が、白いのが健康な色になりますので、もしこの色が茶色くなっていた場合は、老化苗といって、もう、生育しすぎているものになりますので、あまり良くないです。なので根っこが白いことと、根が、これがこう巻きすぎてないと、こうパッて出した時にこうボロボロっと落ちてしまったりしてしまいますので、しっかりこうやって形を整えられるもの
で、ホームセンターで買うときとかに、こう下から見て、ここからも根っこがこうたくさん出てるものとかあると思うんですが、それはもう成長しすぎていて、根っこがこう回りすぎているので、この後、こう畑に植えるときに、根っこがこう周りに回りすぎてると、そこからこう栄養を吸ったりするのが難しくなってしまうので、まああまりこう根っこがたくさん飛び出てるものは、使わないようにしてあげてください。もし、根っこがこう出すぎてるなっていうのがあったら、トマトとかであれば、こうした根っこをこうほぐしてあげて、新しい芽が下からちゃんと出るようにしてあげて植えるといいと思います。苗選びの5つのポイントは今の説明したものですね。1つ目が、バランスと、サイズがいいもの。2つ目が茎。3つ目が、葉っぱ。で、4つ目が虫がついていないかどうか。で、5つ目が根っこ。この5つのポイントになります。で、次に、それぞれの野菜ごとのポイントを説明していきたいと思います。で、今回ここに出してる、トマト、ナス、ピーマンは全部同じナス科と呼ばれるものになるんですが、今トマトが一番わかりやすいんですけれども、こんな形でつぼみが今出ています。まあ、つぼみが出ている時だったり、こう花がもう咲いている時ですね。これが第1科と呼ばれる1個目につく花になるんですが、これが咲いている時に植えてあげるのが一番いい時期になります。特にトマトは1個目がしっかりつかないと、2つ目3つ目っていうのが実がなりにくくなってしまって、この1つ目の花をこう落としてしまったりすると、その後はもうどちらかというとこう花を咲かせるっていうよりもこう葉っぱをどんどん茂らせてしまったりしてしまいますので、しっかり実を第1回目はならせてあげるっていうのをしっかりしてあげてください。で、植えるときですね、特にトマトはこのつぼみだったり花がこう咲いてる方向を、収穫する側に向けてこう植えてあげると、このこっちから花がずっと出てきて実も出てくるので収穫がすごくしやすくなります。ナスですね、ナスに関しては、オクラも同じような形なんですが、手根系といってこうまっすぐ根っこを伸ばしていくものになるので、もうあんまり形がこう大きくなりすぎて根っこが回りすぎていたりすると、この植える時に手根のまっすぐ伸びるところをこう傷めてしまったりしてしまう可能性が高くなるので、まあ、ちっちゃい時にできるだけ植えて、まあ、一番大事な手根を傷めないようにして植えてあげるのがいいです。その他のポイントについて説明していきたいと思います。ホームセンターで苗を買うときですね、ホームセンター側が、苗を入荷してからずっと売れ残ってる苗だったりがあったりもすると思うんですけど、できるだけ入荷してからすぐの苗を買ってあげた方がいいです。で、まあ、見てもらったときにこう葉っぱがちょっとやっぱり黄色くなってるなとか、ちょっとこうしおれて元気がないなっていうものに関してはあまり選ばないで、まあ、ちょっと元気の良さそうなものを選んであげるといいです。苗を買ってから極力、畑にすぐ植えてあげた方がいいです。で、もしこう苗を買ってからこうずっとちょっと植え付けができないなって場合は、もうちょっとこう大きいポットに、苗を植え替えて、こう根っこがこのまま置いておくと、ずっと先ほどちょっと説明した老化苗って言って、この中でずっと根っこが回ってあまり元気がなくなってしまうので、新しく根っこをちゃんと生やせられるように大きいポットに植え替えをしてあげるなどして、まあ、ちょっと対策をしてあげた方がいいと思います。苗を選ぶときは、まあ、苗が傷つかないようにそーっと持ってあげてください。で、特にこう根っこを見たりするときにちょっと傷つきやすくなったりすると思いますし、あとは、植えるときも根っこがあんまり触らない方がいいので、まあ、植えるときもこうやって逆さまにして取ってから植えてあげる。ホームセンターで接ぎ木苗っていうのを見かけたりすると思うんですが、こういった苗はこちらにあるのは未生苗といって、まあ、種からそのまま育てて普通にナスの
苗になるんですが、えつぎき苗と呼ばれるものは、まあ、ほとんどナスに多いと思うんですけれども、まあ、かぼちゃとかとこう苗を途中で切って、そこからこうナスの苗をつなげて、病気に強い苗にしています。なので、まあ、より病気に強いものになりますので、まあ、初心者の方なんかはそちらの方が栽培はしやすいかなと思います。それではいい苗の選び方のポイントでした。ありがとうございました。皆さんいかがでしたか？野菜栽培の成功は苗で決まると言っても過言ではありません。今回ご紹介したポイントを押さえて良い苗をゲットしましょう。ちなみに今回の撮影は野菜やお花の苗を栽培して出荷している京都の農家さん、谷園芸さんにお邪魔しました。おはようございます。はい、おはようございます。出荷前の苗なのでホームセンターや園芸店に並ぶ苗よりまだちょっと小さめでしたが、たくさんの元気な苗が並んでいるのを見てかっちゃんも私も大興奮でした。このチャンネルでは自産自消のある社会を目指して、農業って楽しいを広げる株式会社マイファームが野菜作りのノウハウや農業に関する情報を発信しています。動画制作の励みになりますので、参考になった、また見たいと思ってくれたら、チャンネル登録や高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次回も楽しみに。